はい、こんばんは。219ページ、トラック67になりますね。左手によるゴーストノートなんですけれども、わかりやすいね、シンプルなパターンをちょっとやってみたいと思います。じゃあ2番のパターンもねやってみたいと思います。ちょっとこれはテンポを落としますよ。はい、ではこれぐらいでね行ってみたいと思います。はい、っていうようなね感じですけども、左手でゴーストノートが出やすい場所っていうのがあるんでね、そのあたりをちょっと探りながら練習してみるといいと思います。こういったのはねまずはゆっくりやるといいと思いますね。頑張ってみてください。ではまた次回ね、見てください。それでは。